皆さんこんにちは。今ジャボンとママはマリメッコファクトリーにですね向かってます。今日は、先日のわらびチームですねわらびを取った時のあすみさんと、前にはようこさんと、ようこさんのご主人様がいますね。運転手は君だ車掌は僕だ、そんな感じですけど、今日はですね、この魔法のチケットが2枚あるんですね。魔法のチケット2枚ねこれを使って今日は私一人じゃちょっともったいないのでですね、まあ、5人で買い物をしていきたいと思います、はいね、では今からテルトニーにしましょう。今ですね、マリメッコのファクトリーに着きましたね。はい、このわらびグループ、わらびチームですね、わらびを取ったチームでもって今日はお買い物していきたいと思います。じゃあ行きましょう。ねえ、今ですね、中がどうも入れない、人数がちょっと多くいるので一組出たら私たちが入れるという感じになってます。さすがですね、この最後の週末ということもあってかなり混んでるみたいですね。マスクをして消毒液、そして2メーター以上離れてくださいね、書いてありますね。ジャポンは大丈夫ですか？いいお洋服があるといいね。ね、ちょっとここが直しちゃおうまま。はい、私たちの他にこう結構皆さん待ってらっしゃいますね。一組出ますね。もうちょっと待ってねって。ここは正規の商品なんですね。ここも正規です、ね、ノーマリ、このノーマリのやつはダメです。あと向こうもダメですね。向こう側も正規のですから、この中側ですね、こっち。じゃあ こちらも正規店ですね、正規の値段のものです。ここはもう全部大丈夫です。あと生地と、あと向こうのブロックは生地以外は大丈夫です。ということで、イラポン、子供服行きましょう。行きますよ、おいで。ああ、もうないじゃないか、全然。ねえ。これもちっちゃいでしょ。あ、110だって、これ。でも110じゃな、すぐダメになっちゃう。でもこれいくら？あ、でも15ユーロだって、15ユーロだから7.5で買える。これ1個買っとくいだ。これどう？どう？あ、ちょっとこれは？これ。これは
の98、98、98、98、でもね、でもね、ダメだ、見たものがないよ、まあ、なきゃないでさ、今度ほら、フレンドセールがあるから98、あ、でも98まで、そうなんだ、もうダメだね。イラボンこれだけ買う？これだったらさ、半袖だしさ、イラボン細いからさ、あと来年まで着れるんじゃない？でも半袖もおしまいだね。ちょっと他見ようか。よし、行こう。ちょっと中見てくるよ、イラ。あ、パイナップルちゃんがあるじゃないですか。ねえ、パイナップルちゃん、これがいいの？目つきますよね。ねえ。これは、これかわいいな。でも S しかない。これかわいいね、これ、ほら、これ、これ買って目標にする？目標、これはもう全部 40% でいくから。ちょっとなんか、パルスキティはどう？ミスキティこれ M だって、80が40になる。でもちょっと大きいな、これな、でもな、なんか全部文句ばっかりしてよいしょ。これはサイズ、XS、S、これかわいいね、S だって、これ S、もうちょっと大きいのがいいんだけど、ドレスの方かわいい。ちょっとそのさ、マンシッカちょっと見たいんだ。ママはちょっとこれが欲しかったんだね、イダ。あ、ほら、これいいじゃない、これ。ママこれ買おうかな。ねえ、これが79ユーロ、がまあまあ40ぐらいかな。これ買っちゃおうかな、1個。これ1個買おう。ねえ、これほら、パジャマにどう？いいじゃん。ねえ、かわいい。で、これ1個。あ、ねえ、このパイナ、こっちの。ブルーのマンシッカちゃんもある。皆さん、ブルーも可愛くない？でね、結局イラちゃんのが欲しいのにさ、どうしよう。ママ、これ可愛くないですか？可愛い。一個、どっちがいいですかね、これと、これと、これと、ピンクの方が可愛いけど。可愛い、じゃピンクにしようか。いいじゃん、どっちがいい？ひだとしてはどっち？ピンク。じゃあピンク買おうかな。これパジャマにできる。パジャマに40ドル。40。だってほら、こんな生地がね、こういう綿の生地。うん。これにしちゃおうかな。ありがとうございます。これの半額の半額になるの？これ。これ。これは30ユーロが3割引きだから。9ユーロ引いた21の半額です。だから 10ユーロちょっといいじゃないですか。あ、じゃあちょっとね、はい、お友達。おお。じゃあ私はこのピンク。あ、いいですね。ピンクちょっと、本当はね、食器を買いたかったんですけど。食器を買いたいって言ってたの？そうなんですよ。あのピンクをちょっと買っちゃうかな。もうほとんどない。はい。ルミマルやってる、これは。ルミマルやってる。桜みたい。ちょっとマンシッカちゃんのさ、タオルがある。マンシッカっていうか、このカラー。これはいくらだ？ 21 の3割引き。14、15ぐらいか。15ぐらい。そう、15ぐらいの半額だから、7.5 だ、これ。どうぞ、リーダー。1個買う？かわいい。これ。マンシカブーレットの色だよ、これ。どうする、欲しい？これ欲しい。これ買っちゃう？欲しい。1個か。よし。ねえ、あとは？なんか欲しいものある？カバンはいいだ。欲しいものない？カバンはいらないか。あ、この靴は？靴、靴でかいな。40だ、43とかダメだな。ママのサイズがないね。
ですね。あとお洋服ちょっと向こうで見てみる。あ、バディーだ。これなんかすごくさ、渋くないこれ。ママのバディがほら、黒いの壊れたじゃん。壊れちゃったね。これの赤い方、ピンクの方がもうないんだな。これのピンクの方があったら欲しかった。買えなかった。じゃあちょっと、イダちゃんのがないね。向こう側見てみようか。あー、これ、日本の時からっけ、これ。綺麗だね。140、70ぐらいだね。70ユーロ出てる。ね、イダちゃんのサイズがないね。皆さんのサイズが欲しかったね。アナナス。これアナナスだっけ。これかわいいね。美味しいんだ。ちょっとでもね、129が99になって、これの半額だから50ユーロぐらいだ。これかわいいね、これね。でもママ入らないかな。これさ、ほらタントじゃん。イダちゃんが欲しい。イダちゃんが欲しい。そうだね。イダポンに買ってあげたいけど、イダポンのサイズがないよ。ね、大きすぎるね。ちょっと待ってね。マジで可愛い。ファスナーがついてる。ちょっとママこれ着てみようかな。これ着てみようか。でも着ないかな。着るだけ着てみようか。イダちゃん、カゴさ、そっちじゃなくて長い方のカゴ。あ、日本の方ですか。はい。あ、こんにちは。こんにちは。わあ、住んでる。あ、ヨーロッパに住んでらっしゃるんですか。あ、そうなんですか。どちらから。チェコです。あ、チェコ。あら、いいじゃないですか。プラハとか。いや、もっと違うところですけど。あ、そうなんですか。わあ、チェコからいらしてる。おお。あの、フィンランドの入国はそんなに問題なかった。2回のワクチン打ってたので。ああ、ワクチン証明のね。空港でもチェックして。お友達とご一緒にチェコから。あ、そうですか。なんか YouTube 見てくださってるということで、ありがとうございます。またよろしくお願いします。これもちょっとアップしますので。すいません、ありがとうございます。ね、これさ、これもさ、可愛いかな。このさ、これ可愛いと思う。ちょっとごっついか。これちょっとごっつい。それはごっついけど、こっちなんだ。そっちだったらいい。もうちょっと薄い色が良かったんだけど。これもちょっと可愛いね。これね、これも可愛いね。ね。145の3割引きの半額。21の60ぐらいになるのか、これが。ねえ、これも可愛いけどね。どうよ。あ、辰巳さん発見。辰巳さんが発見。辰巳さん発見ですね。ねえ、これもなんか丸めっこらしくない。丸めっこって感じ、サイズが。これこういうの着やすいんだよね。ちょっとね、今からダイエットを考えてるんだけど、どうですかね。これも素敵だね。かわいい。はい、ね、ちょっとお値段89、90、45ユーロになるんだ。これが、これもかわいいね。ね、これもかわいい。
ちゃんここハンドタオルが2枚ある。ハンドタオルっていうかほらこれ、ひとちゃんこれ使う？使う。これがいくらだ？7ユーロの3割引で、私 4.9 の半額買っちゃおう。 2.5 だから2個買っちゃおうね。2.5 これあったやつ買っちゃうぞ、ね、もっとタオルがあったらよかったね、まあ、もうね遅いんだね。なんかこれ、あ、これいい色だな、この色素敵だな、ね、でもお値段も素敵お値段も素敵です ねハンドタオルがもうないかな、ね、イダポンね。あ、これ綺麗じゃない？これ良くない？かわいい。これ可愛いね、これね。25の半額。これ良くない？12.5 の。でも何に使うかだよね。なんかなかなかさ、ママもイダちゃんもこういうの使わなくない？使わない。使わないね。これはいくらだ？これは20ユーロ、10ユーロになるんだ。これあんまりこういうの使わないね。持ってるのをずっと使っちゃうから、まあ、じゃあちょっと他のやつ見よう。あれ持てるの？ママが持つよ。イダちゃんが持つの？うん。じゃあこっちはノーマルですね。こっちがノーマルでない、この今回の対象のもの。なんか生地はあるかな。生地はそんなにパッとしないね。パッとしないっていうか、もうやっぱり最後の今日は日曜日だから出ちゃってんね。パプリカがあるじゃん、パプリカ、うん、これパプリカじゃん。これがさ、この前ほらストックマンでさ、限定でいろんなプロダクト売り出したじゃん、そうそう、エプロンとかね。え、思い出せない、思い出したかさあ、じゃあちょっとさ、ママ試着しようかな、ね、え、無理に買う必要もないでない、ね、え、あと、イダちゃんなんかお洋服作ってほしいものないの？この中の生地で。あ、バラのはね、うちにあるな、多分。あ、でもね、このシリーズは、これはなかったかな。どうしよっか。でも、生地がさ、どうだろう。これする？まあ、とりあえずちょっと試着してみようか。よし、行こう。大丈夫？大丈夫。重くない？重くない。ママ持つけど。あ、ね、イダポンさ、これ買おうと思ったの。これをさ、1個買わない？買わないでしょ。これ1個買っとこうか。これがいくらなんだ。34の 20% ぐらいかな。27ぐらいの半額だから11ぐらい。これ買っちゃおう、1個買おう、ね、じゃあママ試着したいから一緒に向こう行こう。 OK？ はい、かわいい、かわいらしいですね。ね、チェコから来られたというね。いいじゃないですか。やっぱり、ね、細いといいですよね。私なんかもうどっぷりしてますからね、あの食レポ専門なんでねえ、かわいらしい。いいですね。ねえ、じゃあ、イラポン、ママもちょっと、奥空いてそうだから、ちょっと、行ってみようかな。奥空いてそうですよね。ちょっと行ってきた。かわいい、かわいい。じゃあ、これ全部ですね。ちょっと行ってみましょうか。いいですか？大丈夫ですか？じゃあ、これを。よし。レジの先か。先はここから。そうですね、ここで待って。これがね、ちゃんとね、ラシーマットになってるんですね。これね、ラシーマットの丸々ちゃんがこの2メーター間隔にこうやって
ここで待ってくださいねっていうのが。ラシーマットこれですよ、今。ラシーマット。ほら。これになってる。かわいい。かわいいね。ラシーマット、ラシーマット。じゃあ行きますよ。はい。よいしょ。どんどんね、どんどん出します。何がですか？それね、あそこのちょっと上がったところにあるよ。そこの、そこ、そこずっと上がった。あ、行き過ぎです。そこ、はい、右側です。760.30 が380になった。はい。やっと、キートスコアリオン。イエーイ、買いましたよ。買いましたよ。はい、じゃあ行きましょうかね。すいません、大丈夫ですか？ありがとうございます。今かなりお安く買えたんですけど、これね、もう一枚あるんです。もう一枚なので、マリメッコの今度はアウトレットの方に、ヘルシンキアウトレットではなくてマリメッコアウトレットに行きたいと思いますが、よろしいでしょうか？では行きましょう。行きましょう。はい、着きましたね、このね、マリメッコに。あ、イナちゃん降ろすの忘れちゃった。あ、いらっしゃいな。イナちゃんちょっとあのシリアル食べてますね。よし、行きましょう。こっち入って、こっちはね、もう全然制限がない、フレンドリー。うん、フレンドリーですね、こっちの方が。うん、でもマスクしてくださいって。うん、あんな水色のなかったでしょ、向こう。あるでしょ。あ、ちょっとこれが欲しいんですけど、本当は。私ちょっとこれ欲しいんですけど。これ。ちょっと。あ、ダメ。XS だって。無理。無理。XS 無理。これ買えばいいじゃないか。でもお値段もなかなかいいんだ。ね、これが欲しかったんですけど、XS なんですよ。XS。うん。ね。
ほら、290、いや300の 40% の半額でしょ。だから150の 40% です。70いくぜ、これじゃん。ねえ。あ、いいじゃないですか、それ。でも、デニムだから。かわいい。入る、入る。入る、入る。小さいんですけど、あのレアなものがありますね、こっちの方がね。ちょっと奥見てきていいですか。これほらポケッティも可愛い。うん、可愛い。いたも？あそこくつろいでますね、君。くつろいでんの。ふふ。行ってくるよ。顔が真っ暗になっちゃってるね。逆光だ。イダちゃんの服ないかな。イダポンの服。ここが前子供服だったんだけどなくなっちゃったな。あ、こっちにあるかな。やっぱりさ、子供服ないね、イダ。ない。あとついてきたの。あとついてきた。隠れてたんだよ。隠れてたの。あ、これなんか素敵じゃない。あ、ラッシーマットがある。ここ可愛いじゃないか、これね。え、これ可愛い。でもちょっと XS は入らないな。 XXL S S、うん、もう小さいサイズばっかりだな。小さいサイズばっかりだ。ないな。私に合うサイズがございません。夏美さんが見てますよ。夏美さんが見てます。あ、かわいい。水玉で。うん。私これの赤持ってるんで、今度ご一緒に色違いで着るっていうのは、あ、合わせてみたらいかがですか、向こうで。あ、ね、大丈夫です。まあまあ合いますよね。合いますね。私あのブカッとしたのがさ。そうですか。はい。これはちなみにおいくら？ L があった。65の20% オフ。52の、あ、安いじゃないか。26ユーロで買えちゃう。どうしよう。人の見て買うなって感じですけど。どうした？どうした？こんなところにも、ほら、着替えるところが。増えましたね、こっちとね。こっちとね。どうしたって思ってた。どうした。イダポン、ほら、ママ、さっきのこれ、ほら。これ、イダポン用に買ったやつ。これはイダちゃん。でもこれ M だよ、M。M。M でも無理。ママ、M 無理。無理ですね。ちょっと、M、あ、でもいいかも。あ、でもいいや。さっきいろいろ買ったからな。ちょっと、まあね、こっちの方がやっぱり種類っていうかいっぱいあるな。これ可愛いじゃないか。あ、でも S 無理。 S 無理。無理無理です。 S は無理です。
ロコさんは。タオルは。ちょっとこう優雅になるから。おお、いいじゃないですか。三つ。ねえ、あの色違いどうですか。赤もありますよ。ああ。赤は使って。ねえ、私もちょっとこれ。これね、買ったんですけど、結局私お友達が欲しいって言ってあげちゃったんですね。あ、じゃあ1個買っとこうかな。ねえ、これ1個。ねえ、これはね、15なんですね。あ、15、これいくら？ちょっとあんまり、15ですね。15の半額、7.5 になる。ねえ、これちょっとこれ1個買った。こっちの方がね、値段が分かりやすいから、こっち。ねえ、これ。そう、これね、白でゴールド、こういう感じのもあって、ただこっちが欲しいっていうから、こっちね、お友達が譲っちゃったんですね。あれ、これってウニッコかな。あ、ウニッコだ。これはいくらだろう。こういうのをね、日本に行った時にプレゼントであげた。あ、それね、うちありますよ。あのね、2枚1セット。2枚1セットで20ユーロ。うん。だから10ユーロの中1枚 5ユーロ感覚です。いいじゃないですか。私ね、これね、もともとコースーパーマーケットのオリジナルで出したんですよ。そうなんですか。そう、でも、黒を持ってるんですよ。え、黒と白を持ってる。あ、黒と白ね。あ、黒と灰色かな。うん。子供たちにあげたい。そう、ピンクはね、だから、イダフォンとうち使ってますよ。2人で。ねえ、ちょっと待って、これいくら？元へ。4点。あ、これ買った。これが 2. 点いくつになる？これウニッコちゃん。そう、それでこれ元々7ユーロ、あ、いや、日本にね、プレゼントで3ユーロ弱 2.8、 ちょっと買っちゃおうかな。これちょっと何枚、3ユーロ1、2、3、4、5枚買おう。5枚。今ね、これが今日か、地震計アウトレットより安いじゃないか。安いぞね。え、7ユーロになる。どうしよう。イダポン、これさ、ユーシクアルトレットより安いんだけど、7ユーロになる。この前10ユーロだったから。どうしようか。2個ぐらい買っとく？うん。2個買っちゃおうか。で、これ2個。ユーちゃん、これどう？これ。かわいいよ。かわいい？いいっすかね、これね。ねえ、これいいじゃない。でもこれ S なんだよね。S はちょっとダイエットしよう。ダイエットしたら大丈夫。ダイエット頑張るよ、ママダイエット。よし頑張りまーす。これさ、値段がさ、見て、もともと135なの。それが60ユーロなの。やったで、それからまた半額だから30でこれ買えちゃう。30買おう。いいと思わない？買って。で、ママがダイエットするよね。うん。よし、頑張ろう。よし、じゃあこれいくぞ。行きましょう。よし。This is... Yes! Yeah, okay! これと、よいしょ。これと、おい。これと、これだね。よし、これで全部です。いくらになるか。でもここではね、そんなに買ってないので、うん、姉さんがやってくれてますね。わ、それなんか珍しくないですか。ねえ、すごい、なんか珍しい。20.05 です。なるほど。
会計をしながらもそういうのを見ちゃうというね安いからね、そうになりますよね。素敵ですよ、名前も、うん、この魔法のチケットですね。魔法のチケットが今来た。So it's a half price. Yes. これが125.25.25.ボロボロのですね、マリメットのカードも今もう発行されてないんですけど、Thank you very much! Thank you! あ、それどん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 持ってっちゃって大丈夫です、うん、なんかありました？大丈夫ですか？かわいいな、はい、かわいいですね。これと同じ感じですね。あベロニカっていうのかな、これこの形はベロニカだと思うんですけどね、こっちもね、こうも、うん、私もちょっと持っていこうかな、うん、全部ねうちのやつはけたんですが、そうここにねこれがあるやつが、あのこれ滑り止めがあるやつがいいですよね、うん、これちょっとこうねね、こうね、でほらこれスカートとかこうかけられるし、うん、ね、こういうこっちよりこっちの方がいいと思います。うん、ここスカートとかかける、うん、これじゃあちょっといくつ、うん、これはもう持ってっていいやつなので少しいただきます。4でも買ったら大丈夫、5個、じゃあ5個もらいましょう、ね、目の前に車を止めて、じゃあこれ装置入れていいですか？終わりましたね、よかったですね、ね、じゃああとは帰りましょうよし、無事に買い物終わりましたね、イラボン、はい、よかったですね、はい、私すごいショックしましたね今ね大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ帰りましょうかね、はい、はい。